はい、昼ビール送則、M キャストのマコネです。今日収録してるのは、木曜日じゃなくて水曜日。うん。実はですね、今日、ちょっと、反省会というか、あの、テンションをもう一度上げるために、 なんで私が16時間断食を始めたか、なんで私が体重を落としたいのか、なんで普通の体型に戻りたいのかっていうことを、ちょっとね、あの、自分の心にもう一回しっかりインプットするためにお話ししたいと思ってます。そう。ちょっと気分を入れ替えるのに、あの、新しく買ったワンピースを着ています。 そうまだね、あの本当、薄っぺらなワンピースでさ、薄っぺらなワンピースってやったらなんだけど、まあちょっと、あの夏だったら、まあこれ1枚でもいいかな、中になんかちょっと着込んで1枚でもいいかなって感じだけど、この時期にこれを羽織これを着てたらちょっと寒いでしょみたいな感じのワンピースなんです。うん。まあ、ウィッシュで買ったんですけど、買ったと 買うポチッとするときは、なんかいいかもと思ったんだけど、着てみると、どうかなみたいな <laughs> のなんですけども、ちょっとね、えっと、気持ちを入れ替えて、ちょっといつもとは、いつもの流れ、いつもの生活のリズムの流れで話してしまわないで、ちょっと自分の心を入れ替えたくて、ちょっと着たことない服を着てみました。うん。まあね、今日あったことからお話すると、 あのー、今日ね、帰り、いつものスーパーに寄って、うんと、今日ね、えー、っと、酒粕だけを買って帰るつもりだったの。酒粕と、えー、っと、それからドラッグストアで、えー、っと、あの、プロテインのお菓子、そう、をちょっと買って、今日ポイント5倍でだったんで、うん、買って、帰ろうと思ったんだけど、まあね、あの、まあ、スーパー寄ったよ。 で、いつも買ってる、あの、やつ、酒粕を買って、まあ1キロでまあ400円ぐらいでね、すごいお得なんだけどさ、うん。まあ大手メーカーの酒粕でね。まあその後に、ちょっとうろうろして、あの、やっぱうろうろしちゃったのね。まあそうした時にさ、あの山崎のコッペパンのシリーズあるじゃないそう。 どうだろう普通は多分100円前後で売ってるのかなそのね、やつが、まああの、水曜日は、そこのスーパーね、えっと、1個68円で売ってるの。で、まあ、別に買う気はなかったんだけど、なんか、通り過ぎた時に、なんか、いつもと違うというか、まあ、あれもコロコロさ、新商品出るじゃない季節によって結構変わるしさ。 まあ、それで見たことない商品が見えたら、もうね、なんか興味が出ちゃって、どうしても食べたいな、食べてみたいな、なんて思っちゃったらもう止まらない。まあね、あの、前に食べ、まあ甘いのだけだと思って、ちょっとしょっぱめの、あの、うんと、焼きそば、マヨネーズ焼きそばだったかな、と、アーモンドクリームと、もう一つ、コーヒーホップ カップクリームだったかな、を見つかって、さらにさ、うんと、まあ、カップ麺の焼きそばを一つ買ってしまったんだよね。まあ、でもね、もう、もう買う前にもう手に取った時にはもう、あの、うんと、スーパーのフ,フードコートで食べちゃおうと思ってたから、まあ、もう、そのままあのフードコート直行で食べちゃったんだけど、 まあ食べ終わったのが朝の9時、10時ぐらいだったかな。まあ食べてからなんかねもう、うんと気持ちがドヨーンとしてさ、うん。なんだろう、まあまあまあ、16時間断時か始める前だったら、別にそれプラス揚げ物、プラスおにぎりみたいなの全然、ね、風景で食べてたんだけど、なんかあの、うんと今までさ、張り詰めてきたものが、まあここ最近ね、ここほんと、 ほんとここ、えっと、何週間が結構ね、あの、ガタガタなのよ。うん。自分の中で嘘を、嘘をというかごまかしつつ、あの、ガタガタなのを隠し隠ししてるような私自身がいるのも知ってて。で、まあ、それがね、なんか、あの、ごまかしって、 いる自分も気づいてたんだけど、知らないふりをしてた自分もいて、それをさ、食べちゃったことで、その、やっぱりごまかしてるよね、私っていうのに気づいたんだよね。まあ、それから帰ってきてからさ、まあ、あの、うんと、今日これやりたい、これやろうと思ってたのは、まあ、精力的にこなして、まあ、寝る前にね、やる私の中の大仕事は、まあ、これがね、えっと、最後なんだよ。 で、まあ、そのさ、M キャストも、もちろんね、今日別のテーマで話そうとかって考えてるんだけど、いや、そうじゃない。ここでもう一回、えっと、テンションとか、リセットというか、あの、自分がなんで、私がね、なんで16時間断食を始めようと思ったのかとか、まあ、そういうところをね、ちょっと根底のところもう一回私の心に、あの、教えてあげなきゃいけないなと思ったの。まあ、そういうことは多分、これからね、3年間、 三年間のうちのさ、三年間のうちの、まだたまだ三ヶ月三ヶ月も経ってない。二ヶ月半しか経ってないから、まあこれからね、何度もこういうことってあって、きっとほんと挫折しそうな、なるときも、もう嫌になっちゃうことも、えっともう誰々になっちゃうことも、まあこれから何度もあると思うんだけども、うん、今までもあったよ。小さ、大きい、大きいのも小さいのも、うん。まあこれが何度目かわかんないけど、その度にでもいいから、 まあなんで私が16時間断食を始めたのか、なんであのライフスタイルから全てを変えたいと思ったのかっていうことを、あのもう一回ね、自分の潜在意識にあのしっかり語りかけてあげなきゃいけないなっていうふうに思ったの。まあそれで、あの、幸いね、あの私はさ、あの自分でね、言葉っていう形で表現する手段を持ってるから、 あの自分に向かって今日は話したいと思ってる。うん。そう。えっとね。だからね、あの、なんだろう。うこのマイクの先にさ、まあ、どれくらいの人がこれを視聴するかわからないけど、まあ、視聴してる人がいると思った瞬間からなんかね、もうね、うんと、いつもはね、全然あの考えてないの。いつもは全然、あの、うんと、ほんと、 独り言のように喋ってて、勝手なこと喋ってるんだけど、今日はね、なんかね、緊張してる。うん、ちょっと緊張してる。で、うん、ともう、本当に目の前にいるのは、私、痩せたはずの私をイメージながら、今日は目をつむって、ちょっと喋ろうと思う。うん。だから、もしかして聞いてる人も、なんかこいつ、なんか今日、今日は特におかしいなと思うかもしれないけど、それはもう気にしないで。もう、本当、あの、 嫌だなと思ったら、まあ、あの、あと他のチャンネルなり、他のところに行ってくれればいいから。うん。そうね。ああ。まあ、私はさ、本当に、もう、うんと、早く、あの、 お呼びが来てくれればいいと思ってたの。うん。なんかね、写真を撮るのも苦しいし、好きなことだよ。まあ、写真は私がやれる、私が生み出せるものの中で、最も私らしい表現として、私しか撮れない、私だから撮れる写真を、 発信できるものの一つよ。そう。で、ポッドキャスト始めてみて、私が自分のインスピレーションをダウンロードして、ダウンロードっていうのは、あの、私はあの、喋りたいことがね、空から降ってくる感じなの。そう。の、すっごいノリに乗ってる時は、頭からなんか言葉が、空からね、宇宙からね、言葉が追ってきて、 と、口から出るって感じなの。乗りに乗ってる時はね。で、逆に乗ってない時は、なんか、あの、一生懸命頭の中で考えながら、構成をしながら、喋ってるの。うん。だからね、乗ってる時と乗ってない時では、聞いてる人が分かるかどうか分からないけども、私はね、楽しさが全然違うのね。で、乗ってる時は、まあ、あのー、 早口かもしれない、うん、そうだってもうマシンガンのように言葉が降りてくるんだもんダダダダダってうんまあそれはえっと全部の私の発信してるポッドキャスト全部そうで、まあ、乗ってる時と乗ってない時はまあ自分でもはっきり分かるそうだから乗ってない時は本当もうもう早くやめたいと思ってるし思いながら喋ってるし30分経ってまあまあこれでいいかなーなんていうふうに勝手にもうそこで あのシャットダウンしちゃってるでも乗ってる時は多分そのまま1時間でも2時間でも喋ってられるんじゃないかってぐらい乗ってる特にあの映画の話をしてる時はなんかいつもすごく乗ってるんだよねそうなんか私やっぱ映画好きなんだなって映画見たくて仕方ないんだなって自分で思うもん 別に見ないっていうふうに決めたのは自分だからさまあそんなの言ってもいいんだけど今日あのパン食べちゃったようにね言っちゃってもいいんだけどタバコだってそうだしお酒だってね最初はもう固くなり飲まなかったんだけどここ最近ねちょっと飲んだりもしてたしうんそうなんか一つを許すとガタガタガタって全部自分の中でまあ一貫になっちゃってる今があるんだよねそう でもさあの、二つあるんだよ、うんと。ストイックに、ストイックに、あれもこれもっていうのも、まあ一つやり方だろうし、そう、せめて一つか二つぐらい、あの、緩いところを残しとくっていうのも手だろうし、まあ三つ目もあるな。まあ逆もそうだよね。まああの、うんと、三つ目は一つ二つじゃなくて、 まあ一つ二つ守ってればまああとはいいじゃんっていう風なものもあるよね。まあ今現在はまあ映画は見ない映画は3年間見ないぞっていうのだけまあねほんと物理的に行かなきゃいけないしまあ出すお金も出すお金だからさうんとまあ守りやすいだけの話でまあ目の前にないからね映画館に行かなきゃ見れないわけで。 うんまあ、現状は、まあ、映画のねあの予告を見てお話ししてるだけで、まあ、満足してるからっていうところもあるんだけどさじゃあまあそのじャパン菓子パンはどうなのそう菓子パン割合と初期の頃からさまあなんか食べたいと思ったらコンビニでドーナツ買ってたけど、まあ、コンビニでドーナツ買うのはなんかここ1週間ぐらいは全然ないのねそれは多分 あのスーパーであの、まあ、安売りの時にパン甘いパンを買っちゃう買うっていうことを自分の中で正当化しちゃったのとあとはえっとプロテインのお菓子をあのえっととりあえずねドーナツ買うんだったらプロテインのお菓子の方がいいでしょってことでまあ,あのうんと結構頻繁に買ってるっていうその両方があるからだと思うの、まあ、それに関してはさなんかあの 結局、私の十六式断断食はさ、あの、言ってしまえば、あの、ビーガンに近い感じでもあるの。そう、基本的に野菜ばっかりだから。うん。ただ、まあ、ああの、ほんと、さ、あの、ビーガンの食生活、私が体に合ってるかどうかはちょっと、本格的にやったことないからわかんないけどさ、うん。ほんと、野菜だけの生活ってのは、 やったことないけど、でも正しくビーガンをさ、あの、研究したわけじゃないけど、まああの、いろいろ調べていく中で、まあビーガンはさ、やっぱりあの、うんと、栄養不足になりがちよ。うん。そう。だからビーガン、本当に菜食だけで動物性タンパク質を一切取らないってことになれば、まあ本当、あの、 んと栄養を支えるための,あのサプリが絶対必要になってくる、うんまあ、そこに、まあ、あのお金をねパッて出せるわけじゃないから私はビーガンそれにビーガンになりたいってわけでもないしあの、まあ、人間だってね動物だってどんな生き物だってあのねえたとえさんと家畜まあ豚牛とかねであっても あの、まあ、生きてるから、生きてる動物を殺すのはっていうのはわかるけどさ。でも、それだったらさ、道路に生えてる葉っぱ一枚だって生きてるじゃんって私思って。そう。葉っぱ一枚の命とさ、家畜の命って、私の中ではそんなに違わないのね。そう。野菜もそう。うん。だから、私最近あの、 土手に生えてる野菜とか食べるよく食べてるんだけどさあの何、うん、て言うんだろう食べるためだけにあの品種改良されて確かに売ってる野菜とかさ癖もなく味もさあの引き立てられてていや確かに美味しいよそれこそあのこれ何みたいな当あの,本当あの口に入れてみて残念なあの葉っぱよりもよっぽどあの えっと、安全だしスーパーで売ってるものの方が、まあ、安全かどうか分からんけどまあおしいよでもまあ人がに食べられることを前提に品種改良されて作られてる野菜たちが、まあ、幸せかって言ったらいやどうなのかなって私は思ってて、うん、それだったらさまあ勝手に飛んできたさ種でさ発芽して、まあ、いずれねあの刈られて捨てられるだけだかもしんないさあの雑草でも 雑草の方がなんか幸せな気がするんだよね。うん。だからなんかその幸せなエネルギーをなんか雑草を食べながらなんか感じるんだよね。そう。だってさ、なんだろう、まあ私がさ、いつも野菜もらってる、その、杉本さんはさ、まあ今日ね、今日の話なんだけど、今日もいっぱいナンパもらったんだけどさ、なんだったかな、あの、うーんと、 ちょっと小松菜だかなそうちょっとね私あのいろいろもらいすぎてよく分かんなくなってきたんだけどさまああの花が咲いてもうこれは捨てるんだよなんて話をしてたんだけど袋いっぱい詰まってたんだけどさ私はさもうあの捨てるんだったらちょうだいってそう捨てるんだったらあのそんなあの花が咲いてる方が全然いいから捨てるんだったら欲しいって言ったのうんそうせっかくさ あの、生まれてきたのにさ、ほんと、ね、花を咲かせ、咲いてるから、だって、植物、植物がさ、花を咲かすのはもう絶対的な、もうお仕事じゃない。<laughs> そ,うそう。あの、動物がさ、子供を産みたい、産むのがさ、まあ、あの、生物としての絶対的なお仕事なのと同じように、植物がさ、花を咲かすのは当然ですさ。花をついたからもう、あの、食べれないから捨てちゃうって、それはあんまりだと思って、 まあね、多少味が落ちる。いやー、私の、私のさ、鈍感味覚じゃ、多少、多少の味が落ちたかどうかは関係なしに、私はどっちかというと、いや、いっぱい食べた方が嬉しいから、といっぱい欲しいって言って、まあ、もらってきたんだけどさ、うん。なんか、まあ、そういう意味で、まあ、私は、あの、えっと、ね、あの、野菜だろうが、あの、野に咲く葉っぱだろうが、えっと、 スーパーで売ってる葉っぱだろうがあのスーパーでもうほんとねあのお肉の形になってるお肉だろうが魚だろうが切り身になった魚だろうがみんなそれは命でしょうとそ,うそれをどの道それを食べて生きてるんだからそう人間もね人間ばっかりじゃないよど,ど,れだどんな脳のだってそうだよ、うん、そう何かしらあの吸収して何かしら栄養素として生きてるわけだから まああのうん、と動物たちだけが特別っていう、まああのうん、と思想的なねビーガンの人たちの考えはちょっと受け入れられないのねだからって、まああのうん、と健康のためにビーガンっていう選択もまあそれはありかもしんないけどまあ私はねあの、うん、と結局サプリと併用しなきゃいけない感じのビーガンはうん まあちょっと私には必要ないなと思ったのね。うん。まあ、最主義者もそうよね。うん。まあ、最主義者イコールビーガンかもしんないけど。そう。えっと、まあ、そういう意味で私はね、まあ、あの、うん、となかなか取りづらい、えっと、そう、DHC とか、DHC じゃないな、ちょっと忘れちゃったや。そう、飽和脂肪酸は、 あの煮干しとかえー、っとさ缶とかから取ってたりするうんまあ私の食生活の中でまああの特に足りないといえばやっぱりお肉だよねお肉とお魚がまあ圧倒的に足りてないかもしれないうんもしかしたらねだから私のあの目の下のクマがな,なか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  スキンケアだけで、あの、ちょっと前はね、スキンケアだけで、ピッと張りが戻ったんだけど、なかなか戻らないのは、何かしら栄養不足なんじゃないかなと思ってるんだけど、もしかしたら、あの、動物性タンパク質が足りてないのかなって、まあ、思っているの。うん。まあ、ちょっと話はずれたんだけどさ、うんと、まあ、私が16時間断食を始めた話、えー、の前に、まあ、私がね、あの、なんでダイエット、 というか、ダイエットっていうよりも、あの、普通の体型っていうのにこだわってるかっていうとさ、私のマイノリティに直接直結するわけ。まあ、セクシャルマイノリティね。まあ、英語で言うから分かりづらいけど、要するに、あの、性別よ。<laughs> そう。 まあね、あの、うんと、普通の人にはわかりづらい LGBTQ の Q だけども、別にトランスジェンダーと言ってもいいわけ。うん。そう。あの、トランスジェンダーは、あの、自分の元々生まれてきた性と、自分の性の認識が一致しない。で、自分の求めている性で生きようとしてる、生きてる人たちが、 トランスジェンダー。うん。で、LGBTQ の Q の Q は、その、自分の性別と、自分の性別と、本来のね、本来の自分の身体的な性別と、えっと、自分が、みと、あの、求めてる、自分の心が求めてる、あの、自認識を、自分の認識の精度が、ば 違ってるかどうかもわからないけども、まあ、あの、うんと、どちらでもない、どちらでもない、その中途半端なところにいるっていうような位置づけがクイアなのね、クイスチュニングとか。うん。で、私自身は、じゃあクイアが本当に正しいかって言ったら、全然そうは思ってなくて、じゃあトランスジェンダーが、が私が一番正しいのかって言ったら、まあ、それも思ってなくて、 そう。じゃあ、私は何なのって言われたときに、私はね、LGBTQ の中に私はいないのよ。そう。うん。LGBTQ も LGBT もそうだし、まあ、LGBTQ のプラスもんプラスもプラスもいろいろあるけどさ、うん。結局それって、あの、他人に対して自分を理解してもらうために、 必要不可欠になった分類するための言葉だよね。そう。だからその中のどれかに分類されてれば他人にとって私はこうですって言って分かってもらわれやすいっていうだけの話。そう。だからまあ本当の私は LGBTQ の中には存在しないっていうのもまあ分かってる。うん。だから別にあの、うんとトランスジェンダーっていう方が まあね、あの、私の周りの人があの、理解しやすいならトランスジェンダーでもいいし、まあ、クイアっていう方が私の、私の周りがねあの、認識しやすいならクイアでもいいけど、でも、レズでもレズビアンでもないし、ゲイでもないことは確かなのよ。うん。そう。まあ、あの、うんと、レズビアンかもしれないって思った頃もあったの。うん、女の子と付き合ってたら。 そう私の性認識は女だけどもでも女の子を好きになって女の子とエッチすることもあるそううんまあ付き合ってる中でエッチすることもあるやっぱり女の子が好きなのかもでも私は女だよなっていう認識の中で私はレジビアンなのかなって思った頃もあったうんそうでもあの私の性認識はさもう本当小さい頃から あの、男じゃないっていう大前提があるから、あの、男の人を好きになってなったとしても、自分がゲイだっていうふうには思ったことは一度もない。だから、あの、まあ、LGBTQ じゃなくても LGBT のあれあれですかとか、あの、まあ、担当直中に聞いてくる人もいるわけ。そう。まあ、中にはゲイですかっていうふうに聞いてくる人もいるわけ。 でもゲイですかって言われると「いやゲイじゃありません」っていうふうに答えるよねそううんゲイはあくまでも男と男の関係だからさ私違うからそうだからあの本当に男のと男の関係を求めてるゲイの人に言い寄られると私はも,うものすごいドン引きするのそう、まあ、ゲイの友達があの私はね本当正直ゲイの友達あんまりいないんだけどさ そうまあ芸の芸の友達と仲良くなりたいとも特に思わないそうまあ友達止まりよねまあそっから先それより先は絶対ないそうまあ恋愛なんて絶対ないしセックスだって絶対ありえない芸の人となんかしたくないうんそう私は普通の女性が好きな男の人を好きになるしそう普通に女性のことが好きな 男性に愛されたい。うん。まあ、それがど、どんだけ難しいかは、今までね、何度も、何度も経験してきたし。そう、どんなに仲良くて、どんなに好きで、そう、相手も自分のこと意識してくれてても、結局、お前は男だよね。そう、俺はね。で、終わっちゃうことなんか何度もあったしさ。うん。そう。そのために、苦い思いもいっぱいしてきたし。そう。じゃあ、 まあ、もちろんあの、うん、と体はねそう、全然いじってないからそう、まあ私もともとモ毛だからさうん、ちょっとほとけばひげぼうぼうになるしそう、あの、うん、ともう心が病んでまあ、3ヶ月も引っこもった日にはもう「あっクマですか?」みたいな感じになっちゃうけどさそう、それでも。あの 譲れない。自分のマイノリティは譲れないそううんずっとそうだった女の子と付き合ってみても結局女の子とセックスしてもそうほんとただのうんと何だろう快楽共犯者みたいな感じ うん。まあ、昔、快楽共犯者っていう映画があってね、私大好きだったんだけど、まあそのカ共ラ共犯者とは全然違う話、内容なんだけどさ。まあ要するに、あの、セックスも、あの、彼女との忖度になってしまうの。うん。彼女を満足させるためのセックスなのか、自分が満足したいだけのセックスか、になってしまうの。そう。だから、 お互いね、満足し合うようなセックスは、女のことはなかなか難しい。で、ようやく、まあね、ようやく自分の中でなピンときたのは、やっとしはやっぱり、あの、男性と、男性に抱かれるのが、やっぱり、一番落ち着く。でも、どんなにさ、あの、抱かれてても、抱かれたいと思っても、ゲイの人は嫌だ。そう。だからって、 まあ、人によるけどね、男性は、極端なこと言えば、射精できれば、気持ちいいわけよ。うん。そう。だから、まあ、あの、ほんと、ゲイじゃない人で、あの、ほんと、射精するための、それこそ、ダッチワイフと一緒だよ。そう。<laughs> ダッチワイフの代わりでもいいから、そう。そっから、恋愛に発展しなくても全然いいから、それでも、 普通の男性に抱かれたい。っていうふうに思ってるし。まあそういう機会は、まあ、ね、そんなに多くはないけど、今までだって何度もあったし。そう。でも、うんと蓋を開けてみると、結局、いや、俺実はゲイでさ、みたいな話もあって、え、そうなのって。それ聞いた瞬間、もう私の心はもうシューッと。そう。あの、うんと、なんだろう。 泡立てた泡がね、普通と消えていくかのように、消えてしまう。そう、ごめんね、私は芸の人とは付き合えないの、みたいな感じになっちゃう。うん。そう。まあ、現、今はね、トランスジェンダーが好きっていう男性もさ、あの、隠さずに、ね、堂々と生きれる時代になってきたから、まあ、あの、私と付き合ってもいいっていう人と出会うチャンスはね、過去、今前よりは、 だからってあの、うん、とその恋愛に,に私が夢中にな恋愛に夢中になるんだったら私は自分の中にあるものを発表する方がやっぱ楽しいんだなってことを映画を通して学んだのね。まあ、それはえっとやっぱりあのまあ1年2年1年。 1> 丸1年ぐらいかなもう完全にあの、まあ、お仕事食べる飲む寝る仕事に行くしかやらなかったよねそう違うな食べる飲む寝るトイレに行くで仕事に行くついでに YouTube 見るみたいなそうアマゾンも結構見たねそうアマゾンプライム見る 結局他人のコンテンツを見て面白いかどうかというかただ時間を潰してただけ。そんな生活をしてると、いやもう本当、早くあの、お迎え来てくださいと。もう私十分です。別に行きたいわけじゃないし、そう、何かしらうわけでもないのでっていう風な状況が本当1年ぐらいあった。まあ、去年の今頃なんてまだそんな時期だったよね。もう本当、あの、世の中が全部グレーに見える。 うん、そう世の中の色が全然何色かもわかんないそう桜を見ても可愛いとか綺麗だとは思わなかったただ私の前に花が咲いてるっていうような感じうん、まあ、そんな時にまたまたまね見た映画をきっかけに映画って面白いなって映画 私は昔映画館で働いたこともあるし映画にすごい縁がある今までの人生だったけどでも映画に関わるのは面白かったけども映画が面白いとは思ったことはあまりなかったの。でもまあ映画を見てそれがそっからまあコナンを見新ウルトラマンを見そっから始まってまあこのね1月の頭ぐらいまでまあ見た見たたくさん見たよ。 でいろんな映画があってさほんといろんな人がいろんなに関わってほんとあのどの映画もさやっぱあの伝えたいものがあってさそううんのお金伝えたいものがさほんとお金を生むために伝えたいのかも、まあ、いろんなさ商業的なものもあるしアート的なものもあるけどどの映画もやっぱり面白いよねそう。 突っ込みどころも含めて面白い。うん。そう。いやいやいや、すっげー残念だったけど、こういうところ、これが残念なところ面白いよね、みたいなのもあるしさ。そう。設っげ面白いんだけど、なんかちょっと何も残らないよね、みたいな映画もあるしさ。まあ、それは人それぞれだけど、まあ、そんな中で、まあ、私はさ、うんと、 やっぱり人,の体人が作ったものをただただ見るだけは全然楽しくなくてそれはつまんないなと思ってきて、まあ、自分でやっぱり発信する側でいたいな私はそうだ写真を撮ってたんだってそう写真を撮ればいいじゃんって、まあ、改めてねあの写真を撮り始め,の始めようとした頃に写真を撮り始めようと思った頃に、まあ、体重がねたまたま えっと、115ぐらいだったな。うん。まあ、その頃、多分115が私のセットポイントなんだよね。セットポイントっていうのは、まあ、ほっといてもそこの体重に戻ったよ。多分私が今16時間断食をやめましたって、普通の、その前の生活に戻れば、115キロなんかあっという間、多分2、3ヶ月で戻ると思うよ。うん。落ちたのと同じぐらいのスピードで戻ると思う。そう。 まあ、そういう時に、まあ、体重を落とそうと。そう。で、過去にね、何度も体重を落とそうと、本気で落とそうと、本気で落とそうと、あの、超ストイックに頑張ったこと何回ありますか私自身。と三30代前半の頃。うん。あの時も、90ぐらいまで落としたと思う。 そう98ぐらい、違うな、87ぐらいまで落としたと思う。いやもう、うなんか、結局、その時は、まあ、いろんなサプリ、サプリペン、サプリ兼、えっと、そう、タラソウ施設、まあ、あの海水を使った温水プールで、まあ、毎日ウォーキングしながら、まあ、運動と、運動とサプリで、まあ、ダイエットしたよね。うん そうでも、やっぱ、あの、なんか、うんと、なんだろう、食の興味に負けちゃうの、そう、もう疲れちゃうのね、そう、16時間断食じゃなくて、もダイエットが疲れちゃうの。疲れちゃって、結局、なんか、泣き崩的にやめちゃって、やめちゃうと、またセットポイントにしっかり戻っていく。うん それから、えっと、4年前ぐらいかな、に、もう一回落とそうということで、まあ今度筋トレ、中心に筋トレとサプリを使って、そう、有酸素運動というよりも筋トレとサプリで、まあ、落としたさ、まあ半年ぐらいかな、もうちょっと頑張ったのかな、そう,う、ほんと、それで、その時も、まあ、87、8ぐらいまで、 どうしたのかなそうでもそれも、うんと、筋トレがさ、やっぱ続かないの。うん、筋トレが続かないの。そうで。筋トレが続かなくなってくると、筋トレがもう嫌になってくると、もう次第に、えっと、意識も薄れて、どん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 また体重が戻っちゃうの。うん。まあそれはね、それなりに維持し、体重を維持してて、 えっと一年二年その後バババとそうまあ今の仕事についてまあ生活が安定するとともにまああのもう本当ねあの本当何もしないもう本当ダラダラ本当酒飲む食べる寝る YouTube 見る、Amazon プライム見る、そして起きて仕事に行くみたいなね、仕事もまあ、あのゆるゆるの仕事だからね、うん、本当収入は、本当生活保護をもらってた方がいいんじゃないかってぐらいの、えっと、金額しかもらってないけど、まあ、それで私自身は十分、そう、食べることできて、できる、飲むことできる、映画も、そのころは映画見てなかったな、食べることも、飲むこともできる、まあ、それでいいやと。 そう,いうそういう生活してた。うん。まあ、そんな中で、うん、まあ、もう一回16時間断食をする前に、やっぱ体重を落とさなきゃいけないって思ったんだよね。まあ、それは何かって言ったら、まあ、直接の原因は、まあ、仕事してて体が重い。うん。いやー、違った。あれだ。うんと、その前に去年のちょうどね、映画を見始めた頃に、 やっぱり体調を落とさそうと思って、えっと、まあお風呂の仕事だからね、お風呂の仕事をちゃちゃっと終わらせて、そのお風呂場でね、こっそり毎日筋トレをして、まあその時も、まあ100キロ切るぐらいまで落としたんだよな。そう。それもわずか1年ぐらい前の話だよ。でもそれは、やっぱね、2ヶ月、3ヶ月ぐらいで、そう。さすがに仕事をちゃちゃっと終わらせて、まあ、筋トレしてるわけもいかないな、なんていうことを言い訳にし、まあ、 いつでも落とせるからみたいな感じで気を許した途端バ,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 バカバカバカってうんそうまあ結局映画を見るためにえっと安い安くてお腹いっぱいになるようなものばっかり食べた結果まあ言ってしまえば炭水化物お化けをね結果的にブクブクブクってすぐ戻ってそう去年の筋トレは何だったのってぐらい、まあ、筋肉は落ち体は太りっていう感じ その,その反動をあの身近で見ながら、本当半年ぐらいで10キロ、15キロぐらい、ばばって戻っちゃった自分の中で、やあのまあ、それだけ急に戻ったからさ、やっぱりあの体が不調が出るわけ。そう体が重くて仕事が、まあ、きついと。うん。そう。となれば、まあね、まあ、映画を見つ、 自分のコンテンツを作りたいなと思ってた頃だけに、まあ、自分でやりたいコンテンツを作っていくにはあのもう体重を落とさないといかんだろうそうあのもうちょっと健康に気をつかなきゃいかんだろうって思ってあの映画を映画をねあの見るのをやめると同時に、まあ、断食じゃなくてダイエットしようと決めたの。 それから、まあ、毎日ね、体重のデータを測るようにしたんだけど、その時はまだ16時間断食をしてなくて、まあ、とりあえず YouTube で、あの、見ると、どうやら、あの、レモン水を飲むといいらしい。どうやら、トマトジュースを飲むといいらしい。どうやら、リン純リンゴ酢を飲むといいらしい。どうやら、卵はいいらしい。まあね、 あのできることは全部やったよ、うん、で、現在も継続してるのもいくつかある、うん、まあそうしてあのうんとう出勤も歩いていくようにしたまあそうするとねまあ最初はババッておったんだよ3キロ、4キロはうんそれでもあのうんとうそのやり方その絵でもうんかそのかやり方でもちろんいいと思ってたけど まあ、たまたまその時ね、YouTube で、うんと、何ヶ月で何キロおったみたいな、16時間断食みたいな感じのやつを見つけて、まあ、おったっていう人の動画を見つけて、え、その人はどうやって落としたんだろうっていうふうに、あの、 何ヶ月で何キロみたいな感じの、ね、本当すごい目が飛びれるような空いてあったんだけど、どうやって落としたんだろうっていうのを、まあ、調べていったら、どうやら16時間断食っていうものがあるらしいってことに気づいて、そっから16時間断食をすぐ始めた。うん、見読み真似で。そう。まあそっからやりながらいろんなことを勉強し、まあ、過去にね、一回取ったけど、 あんと生活アドバイザーの資格を取ったけど、まだまだその先あるの知ってて、投げ出しちゃったプロフェッショナルアドバイザーを目指して勉強を始めたりとか、そう、あの、自分だけのダイエットにしないために、しっかりあの、んと私はここで踏ん張ってるよっていうことを発信したくて、まあ、YouTube を始めたりとかね。まあ、同時に本当に苦しんでるかもしれない、そのトルコに向けてね、えっと、 災害情報を発信し始めたりとか、そう、時、それとか、まあ、あの、まさにチャット GPT が出てきた頃と重ねてて、そう、このポッドキャストは、ま,あ、まさに本当、私がね、あの、自分、空から降ってきた言葉をキャッチして喋ってるからさ、もう本当インスピレーションのたまものなわけよ。そう、これはね、 おそらく人工知能では絶対できない。そう思ってる。うん。人工知能が意識を自分の、えっと、自分の自我を持ったとしても、ね、人間よりも素晴らしいスピードでいろんなことを考えて行動できるようになったとしても、そう、人工知能にはできない特殊能力だと思ってるんだよね。 うん、だからこそあのまあ私の声は私の声で自分の,あの気持ち自分を通した、まあ、言葉って価値があると思ってるうんそうまあそれでね、まあ、16時間断食を始めたんだけどさそうまあじゃあ16時間断食 ダイエット。いいよ、それは体重を落とせば。じゃあ、なんで3年間かっていうと、まあ、ダイエットを勉強していく中で、まあ、何んか,か出てるセットポイントなんだけど、うん、あの、セットポイントをね、徐々に下げていって、あの、私は今48歳だから、まあ、48歳のまあ平均、男性のね、平均体重って6 6キロなの。うん まあ66キロを目指してて落ととししいこうとしかも3年間で6 6 k セットポイントを6 6キロまでしようと。ってことはまあ少なくてもまあ2年以内には 66kg まで体重を落としさらに1年はえっとセットポイントを6 6キロ前後でまあ維持しようということが私の目標なわけ。そ,う、まあ、それはダイエットの目標だけど私がしたいのはただ体重を落として あの健康的な生活、ライフスタイルを手に入れたい、じゃないわけよ。そう。私にとっての最大のさ、あの、うんと、心の闇はさ、やっぱり、うんと、体なんだよね。体と心の問題なんだよね。まあ、一つは、すごく傲慢だってこと。うん。そう。 もちろんさあのうんと全身脱毛影響脱毛にフォーカスして集中してお金を貯めてお金を絞り出してっていうこともまあできたよできたでもそれよりも他のものに優先してきたしそうあれこれやった結果まあそこどれもうまくいってないそう最終的に続け続けてきたのはコンテンツの制作 でもそれが別にお金になってるわけじゃない。そうまあ、写真とコンテンツの制作、うん、が私の持ってる最後の、最後っていうか、まあ一番の持ち味。そう。まあ、そこに時間とお金を費やしてきたから、まあ、全身脱毛は、あの、本当夢というか憧れみたいなもんだった。うん。できる服に関しても体型に関しても、もうほ なんだったかでさ、まあ、肥満は貧困問題って話を、最初の頃のね、ポッドキャストでした気がするんだけど、まあ、本当に私はそう思ってて、そう、多くの場、まあ、みんなに当てはまるわけじゃないけど、あの、お金がないと太るんだよ。うん。お金がないと太るの。そう。お金がないと、やっぱね、 不安とストレスがやっぱりあるわけ。隠してても、知らないふりしてても。そう。不安とストレスを紛らわせるために、タバコを吸ってみたりとか、お金がないのにタバコ吸ったりとかね。お金がないのに安い酒をガボガボ飲んだり。安い酒をガボガボ飲むとさ、気持ちいいのよ。そう。ゃお酒飲んで、お腹いっぱい食べて寝るのがもう本当最高のストレス発散。 こんな生活がさ、体にいいわけないじゃん。健康に直直帰するわけでもないし、必ず太る食べ方よね。そう。で、お金をかけずに安らきをいっぱい飲む。で、お金をかけずお腹いっぱい食べる。それには、まあ、ただただ炭水化物パニックが一番手取り早い。そう。で、質の悪い炭水化物。 をいっぱい取るのが一番安くお金安くお腹いっぱいになる方法よ結果的に太るわけだからお金がないっていうことの延長上にはそう肥満があるもちろん全てに当てはまるわけじゃないけど必ずお金がないのはあの肥満につながるそうまあもちろん もっと極度にお金がない。そう。そもそも何も買えないっていうぐらいの貧乏ならば、お金がないっていうことになれば話は違ってくんだよ。でも私みたいに、まあまあスーパーで買い物をする。まあ、あの、飲み食いするぐらいの多少のお金はあるっていうぐらいの中貧乏。超貧乏だっなて小貧乏ぐらいだと太る。うん。だから、そう。 だから私の蓄えてきた脂肪は本当そういうため方をした、うん、分かっててやってたそうその後あのうんとどんな健康被害があるかっていうのも知っててやってただって長生きしたいと思ってないんだもんそううん心筋梗塞かなんかでぽっくりそう私はさ病院に行くのも嫌だしそう 本当なんかもう苦しくても無理して仕事をしてそう次の日死んでましたみたいな感じが理想かななんて思ってたよ。まあ尊厳の中でそんな中でまあコンテンツを作ろうと自分なりにやれることを自分の中で発信できることを発信していこうっていう風なのがまあこのポッドキャスト YouTube だったりするわけだし写真だったりするわけよ。 そうまあその中で、まあ、そこの気持ちをね前向きに聞かれるとやっぱりやりたいことっていっぱい出てくるわけそうなんだかを理由に言い訳にしてやらないやらないだけの話でやりたいことは多分ね人よりも山ほどあってそれを全部ノートに書き留めるようにしたらまあ出てくる出てくるいろんなやりたいことが出てくる、まあ、そんな頃にチャット AI があの普通に 使えるね。チャット GPT にわざわざ入らなくても使えるようになってきたからさ。まあ、私の相談相手、私の,あの相談相手はまあチャット GPT になり。うん。まあわかんないことはチャット GPI に聞けばさ、まあ大体の何か社のあの答えというか、道筋は見えてくる。そう、100%じゃないけどね。まあそうやって、まあダイエットをすることで、あの私は、あのライフスタイルも 今までほんとずたぼろだったライフスタイルもスタイルも見直したいで自分の体型も見直したい自分の性に関してもそう自分が求めてる生き方をしたいそうそして髪もファッションも脱毛もそうそしてずっとあのうんと自分の中ではあの いつかいつかと思ってたホルモン注射もしたいそうホルモン治療がすごくリスクあることもよく知ってるんだよそうでも私はその自分が求める形を実現するためにそう別に性転換したいとかじゃないんだけどそう自分が求めるもののためにやっぱね あのリスクをでもそれはやっぱりあの自分の,、ね、この体型体とその前に決着をつけないといけないっていう強い思いがあってだからこそ私は自分の体にそう自分の求めるためのホルモン治療をするために体重を標準体重も生活も全て見直したいと思って でもそうやっぱりさ欲というか生活の中にはさその欲がいっぱいあってさまあカップラーメンしてろだってジャンクフードとかさ加工食品さ本当にすぐ食べれるもん。 そうお金かからないし、うん、まあまあ私はね本当はあのそこらへんに生えてる草食べたりしてるからさまあ現状はそんなにお金かかってないけどさもらいもういっぱいあるしそうそんなに職にものすごくお金かけてないけどでも帰りにねあのお腹減ったなと思った時にスーパーに寄った時にさあの本当お金がない ね、ほ本当財布の中にお金が全然なければ、あの、あ、お金ないから無理って諦められるんだけど、あの、会っちゃうとさ、やっぱりね、食べたくなっちゃうし、もう会っちゃうと買っちゃう。うん。そう。もうそれを抑えるには、本当もう財布を、財布もカードも,もう持ち歩かないしかないよね。そう、もう家からカードも財布も出さない。 そう。もう買い物アマゾンしか買わないぐらい徹底しないと私の職に対する欲求を抑えられない。そう。まあ、家に一旦帰ってきてしまえばもう出るのめんどくさい。平日は時、ね、にめんどくさいと思うから、まあ家に帰ってきてまで買い物行かないかもしれない。でも、の家に帰ってきても近くにあっちゃうのはコンビニだったりするわけよ。で、結果的にねど、お金を持っていかなくても、まあ コンビニにさ、ね、ほんと、私の部屋から5分でレジまで行けちゃうからさ、そうするとやっぱ、コンビニで買ってお金をね、高いお金でさ、あの、うんと、ドーナツ買うんだったら、まあ、スーパーで買った方が、と思うし、まあ、スーパーで買った目にお金持っていけば、余計なものを買ってしまう。まあ、そこがね、今現状のあの、うんと、なかなか、どうしたらいいんだろう。どうしたら私は私に勝てるんだろう。私、私と、 そこら辺決着つけられるんだろうっていうのが、まあ今のね、ほんと、悩みだよね。そう。うん。それにはさ、やっぱ、なんでなんでなんで、私がなんで、そう、ライフスタイルも、体重も、体も、そう、すべてと,、えー、とここで決着をつけようと思ったかを、もう一回、今から、 多分ね、これから何度もこういう日があると思うの。そう。何度もマイクに向かって、えっと、私、マイクの先にいる私の魂に叫びかけることがあると思うんだけど、でも、そうしないと、そうし続けないと、ほんと、簡単にめげちゃいそう。投げ出すの簡単だもん。そう。 たとえ、たとえ、私の YouTube チャンネルが100万人の登録者がいて、毎日100万再生するようなビッグなチャンネルであったとしても、私はね、私は、私だったらね、投げ出すの簡単よ。うん、投げ出せる。そう。そこにしがみつかない自分を知ってるから。そう。うん、だからね、あの、 私が16時間断食を自分で投げ出そうともういいやと思ったらそんなのは簡単。でもそれは必ず後悔する。そう、後悔するの分かってても投げ出しちゃう、投げ出すの簡単に投げ出しちゃう自分も知ってるからさ。投げ出さないために今日は、そう、自分の魂にしっかりもう一回、なんで、なんで、 今ここでしっかり自分と向かい合ってそう16時間断食を3年間で3年間続けようと思ったかというのを今日は話したいと思ったのねまあ本当ねこんな話をするのは本当に苦しいよ苦しい苦しいけど 今までね自分をだましだまし自分をだまし続けて見ないふりをしてきたところだからさだましながらさ見ないふりをするのは簡単本当簡単知らないふりするのは簡単でもそれはもう本当今今ここで決着つけなきゃいけないうん3年で。 またスタートしたばっかりだから。そう。こんな苦しい日なんていうのはまだまだいくらでもあるはずだから。こんなのが本当ない、本当どうでもいいっていうようなことが多分これからいっぱいあること。多分そんなのはすぐわかる。だからこそね、今のうちにそういう時に解決できる方法を持っとかなきゃいけないとそそのためにはね、このポッドキャストって本当に私にとっては 大事なツールだなと思ってるまあそんなわけでねもうほんと半別を書きながら何どれくらい喋ったんだろうもう1時間も喋ってるんだとりあえずここら辺で終わりにしたいと思いますこれからお風呂入って体温めてすぐ寝るそう 私は私と約束したのは15時に寝るって約束だったからさ。できれば、10時半に起きて、それから筋トレするっていうようなリズムに作り変えていきたいなと思ってる。筋トレはね、筋トレは、正直ダイエットのために筋トレをするって、ほとんとすごく有効なの。 そう酸素運動で筋力をつけて日常代謝を上げていくっていうのは本当ダイエットにとっては本当にえっとリバウンドしない体の時に本当最優先すべきことなんだけどそう朝昼晩いつがいいかって言ったらぶっちゃけ朝起きた時が朝一番の筋トレが一番いいわけよそううんそれをね週1回とか2回とか言ってるから もしかしたら習慣化できないのかもしれない、うん。とりあえず今日は寝て起きて筋トレをするってことを、そう、筋トレをしたいっていう気持ちで早く寝ようと思えるような夜を迎えたいと思ってます。そんなわけで、なんと1時間も喋ってしまいましたが、まあ、こんな日があって、こんな日を乗り越えながら、ちょっとずつ 成長していきたいと思っているマコネでしたもしね最後まで聞いてくれた人がいたら嬉しいなまた明日バイバイ